ちょっと難しかったんですけどね、多分この中でもそういう夢を追ってる方がまだいると思いますけど、そういう方にちょっと聞いていただきたいなと思います。未来の扉です。聞いてください。Thank you.
海道から関口正樹さんに来ていただきまして、本当にね、一緒にできることすごい光栄だなと思っていますけど、